はい、谷口です。本庄です。今日10月25日火曜日は本庄先生初めての給料日。させてたね。ついにこの日がやってきましたよ。初給料日ということなんで、まあ、せっかくなんでね、 YouTube の動画で残しておこうと。ただ渡すだけではあれなので、1ヶ月2ヶ月今働いてきたから、その振り返りをで最後に今日の給料を渡すということで振り返っていこうかなと思います。本庄先生、1ヶ月2ヶ月働きましたけどどうでしょうか。最近は慣れてきてよく喋れるようになって、最初めちゃくちゃ不安だらけで、愛媛から来たし全く知らない未開の地に来て 2,3 週間はめちゃくちゃ不安で仕方がなくて、頭の中がもう大混乱を起こしとった時があったじゃないですか。大暴走してたな。明日のジョーの KO される寸前のジョーみたいなな。まあそんな感じだったな。指導の方もな、ちょっとずつ慣れてきて課題もな見つかってきてな、ちょっと修正中っていう感じの2ヶ月決めでございます。その給料袋を渡す前にやっぱり給料はどんなもんなんかっていうな、やっぱり子供も見てくれてるから給料は誰から出るんかなとかな、そういうのをちょっと話していこうかなと思うけど、はい、給料は渡すのは谷口先生が本庄先生に渡します。その給料のお金はどこのお金から出てるって、先生の財布から出てるわけじゃなくて、今ね見てくれてる生徒のみんな、体操教室に通ってるみんなのお月謝、生徒からお預かりしたお月謝の一部を本庄先生が給料としてもらってるっていうことだから、給料払ってるのは君たちが体操教室に通ってくれてお月謝を払ってくれてるからこそ本庄先生の給料が出るわけやし、先生もご飯を食べれるし、この教室も維持できるということなので、あなたたちが給料、先生たちの給料を払ってくれてるということで、生徒何人分か何十人分かのお月謝をそのままあなたがいただいてるということやから、それを返さなあかんのは僕じゃないのよ。僕のために仕事をするんじゃなくて、月謝をくれてる生徒たち、お母さんたちに返すためにしっかり働かなあかんということね。そういう意識がすごい大事ってことだから、手を絶対抜いたあかんの、ね、俺ということでね、まだあるね、一人暮らし始めてるからさ、まあ、いろいろちょっと家族の重みとかも感じてるわけやとは思うんやけど、最近どう？お母さんとかお父さんとか直近で余った母親からはちょこちょこ LINE が来るぐらい、返してるちゃんと。返してねえな。疲れて帰った後頭の中は仕事してないんで、朝返したりみたいな。ねえお母さん、え見てないってこと？見てないか。いやでも父親から、うん、お前 YouTube 出とるやろ。ああそうなのかな。もしかしたらお父さんは見てるんかもしれないちょっと分からへんけど、やっぱりさ一人暮らしして分かると思うけどさ、帰ってきたらご飯ができてさ、それをチンして食べるだけっていうことはできへんくなったわけやんか。だからやっぱりこう不摂生になるわけよ。ってことはやっぱりお母さんが今までやってくれたことってすごいありがたいことだね。俺も若い時はもう何も思ってなかったし、出てきて当たり前って思ってたから、やっぱり今ありがたみをすごい感じているはずやと思うのね。だからもう見てないと思うけどさ、お母さんなんか普段言えないこととかさ、大阪で頑張ってるぜっていうのをさ、ちょっと記念に残しとこうよ。またどっかで一緒に見た時とかさ、恥ずかしい。じゃあ恥ずかしいのもあるよ。でも恥ずかしいけど、こういうのって言わんと伝わんないのよ。俺もそうやけどさ、俺もおかんと揉めたこともあったし、鬱陶しいと思ったこともやっぱもちろんあったから、ただ大人になって自分も子供できて親の気持ちって初めて分かるんやけど、やっぱり自分の親ってさ、いつまでもおるわけじゃないから、おる時にこう面と向かって言うのはあれかもしれんけど、こういうカメラ越しとかさ言えることは今言うといた方が後から絶対後悔しないと思うから。あれ遺言とかちゃうで。今までのその20年間さ、愛媛で育ててくれたお母さんに何か一言でもさ、ありがとうとかさ、どうぞこのカメラに向かって。本庄くんが生まれた時のこととかってさ、本庄くん聞いたことある？何も。あ、何も聞いたことない。ワンチャン俺が忘れてるかもしれないです、ね、あ、そうな。やっぱりな、生まれた時の瞬間ってお母さん覚えてんのはよく。もう大変なのよ赤ちゃんってさ。安産で生まれたんかとか難産で生まれたんかも全然違ってくるけど、やっぱ大変なのよ。まあ、そういう思いをしてあなたを産んで20年間育ててくれてるわけやから、まあ言葉を選んでやってください。20年間育ててくれたお母さん、感謝の気持ちをお願いします。お母さん、20年間こんなにでかくなるまで育ててくれてありがとうございます。で、また11月頃に帰るんで、その時またよろしくお願いします。ご飯をってこと？いろ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 ね。またお酒もな飲んで、ちょっとゆっくり時間を過ごしてください。ということで、本庄君、待ちに待った給料日でございます。給料贈呈でございます。本庄君、1ヶ月本当にありがとうございました。来月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、うちの生徒のためにしっかり本気で頑張ってください。
頑張ります。ちょっと少ないけどな、私あげる額は今は少ないけど、あなたの頑張りと先生の頑張りでまた生徒が増えてきたり、あとは YouTube の収益が出てきたらっていうアップも夢じゃないから、あと1500時間です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。この一番上にあるのが給料袋なんだけど、ちょっともう一枚封筒取ってもらっていいですか。それは君の給料ではないです。君のことを育ててくれたお父さんとお母さんを次11月に帰るんか、その時に給料としてやってくれていいから、それで美味しいもの食べさせてあげてちょうだい。あの日頃の感謝も込めて、それ以外では絶対使わないでください。初任給出たから人が食べに行こうっつって、食べに連れてって君が支払いをしてください。これも動画に映るんですか。映ります。だから証拠として残しております。お父さんご飯連れてってなかったら、あのコメントください。嬉しいね、これ帰って中身確認してな。頑張ってもっと生徒をたくさんの人に来てもらって、自分の給料もそして教室もでかくなるようにな、2人で取り組んで頑張っていきましょうか。ではこの動画が面白かった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次も11月も頑張ってください。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。返せ、給料返せ。